おはようございます。まあ今日も始まりましたね。まあブレないこと非常に大事なんじゃないですか。ブラしちゃいけないところと臨機応変に対応していくところを使い分けていく非常に難しいことですけども、まあでもそれしかないでしょうね。ブラさないことっていうのは頑固にやり方を変えないってことではないですからね。イチロー選手がねよく例えに出ますけども、まあ、準備運動をせずに試合に臨むっていうのは非常に危険なことで怪我もしますしね。私たちビジネスをするものに関して言えば、いろんな作業をねスムーズにするってことと、まあ、誤解なく自分のメッセージを届けることっていうのは日々トレーニングできるわけじゃないですか。その中で何を扱うかとかどのツールを使うかっていうふうな臨機応変はあると思うんですよね。だからそれをごっちゃにしちゃって、なんか未だにねメルマガマーケティングやるんだって別に悪くはないんですけども、なんか思い込んだことをずっとやるとかね、今ミクシーで商売しようっていう人はなかなかいないと思うんですよ。だから SNS のトレンドが変わるならよりマーケットの有利な方向に移動していくってことは大事ですけども、でも文字か音声で自分のメッセージを伝えるってことは変わらないので、伝え方はねやっぱこうぶらさずにトレーニングしておかなくちゃいけないですよね。コピーライティングなんてその一生使えるスキルだと思うんですよ。ただ言葉使う言葉っていうのは日々変化してますから、まあ、未だにね10年前にヒットしたキャッチコピーを使えるかどうかって言ったらね、それはまあ使えないことはないでしょうけども、やっぱり今のこの時代だからこそスマホやネットが多くの方の脳裏に刷り込まれた後だからこそ使えるのもあると思いますし、オリンピックが過ぎた後だからこそ言えることもあると思うんでね、全然違いますよね。オリンピック前に言うこととオリンピック後に言うことと、この前ね不動産の営業を受けたんですけども、東京のワンルームなんですよ。未だにですよ、東京オリンピックを見据えた時のキャッチコピー使ってるんですよ。だからそれはもう遅いよと、東京オリンピックが終わって状況変わってんのになんでその成立になるんですかってね、その場でねちょっと説教しちゃったぐらいなんですけどね。センスがない営業マンはね、未だに数年前のマニュアル使ってるなというところでございました。それはね営業しないと売れないような会社になっちゃいました。それは。いってらっしゃい。